独自の発展を遂げた日本のホラー漫画。数々の名作をスライドでお見せし、作家本人による解説を披露。ホラー漫画を描く理由、モチベーションを探る。世にも怖い漫画を描く作家たちの怖いとは何か。自身もホラー漫画家としてデビューした山崎徹と、ホラー漫画を知らない世代佐々木香織が掘り下げる。あ、いらっしゃいませ、日野先生。すごい、日野秀先生です。日野先生、変わらない昔とね、全然。日野先生こそ。秋祭りの季節だった。蔵六は笛や太鼓の音に母の顔や幼い頃のことなどを思い出していた。懐かしい思い出がまるで影絵のように次々と浮かんでは消えていった。やがて眠り沼が血の色に染まった日、蔵六の目玉は腐って落ちた。この作品だけはあの時の俺、23歳の俺にとってはもう 100% のとこじゃないんだよね。もう本当に命がけみたいなとこあったのよ。これがダメならもう俺この世界では多分無理だと思う。だからもうそこにかけるしかないと思ったんで、その思いはきっとあの俺の中ではすごくこもってるんで、そのことだけは俺は忘れない。